原理、RGB の3原色に、右目用と左目用でそれぞれずれた波長の光を使うドルビー、3D メガネドルビー 3D は、ドルビーラボラトリーズによる 3D 映画の方式で、天然色のための RGB それぞれについて、ダイクロイックフィルターにより左右で少し違う波長を使うことが特徴である。東映に使用するプロジェクタを、ドルビーデジタルシネマプロジェクタと称する。 交互カラーホイールがプロジェクタの前に設置されているが、典型的なカラーホイールの RGB3 色イコール3帯域ではなく、RGB の各色それぞれについて異なったに、帯域の k 六帯域のホイールになっている。観客の着用する 3D メガネのダイクロイックフィルタでは、左右それぞれに対応する片方の3色の帯域は透過し、反対の3色の帯域は反射する。 以上のような方法で一つのプロジェクタにより 3D 映画を投影する。すなわち波長多重視覚化による方法である。リールディなどの円変更のシステムで使われている変更フィルタと比較してダイクロイックフィルタは多重メッキ工程を要し非常にコストが高く、基本的にメガネの切り売りをせず、その都度各劇場が貸し出す。一方、リールディと違い、 特殊なシルバースクリーンを必要としないという利点がある。この点では競合企画であるエクスパンディと同じだがメガネが電池式ではないためメンテナンスがしやすい。星印はた 3D 方式と並存。ありがとうございます。